どうも、令和新選組代表の山本太郎です。日本の問題は一体何なんでしょうか。国難と言われている少子化でしょうか。でもその少子化さえも克服しようという努力は国はしていません。京都で新しいリーダーを誕生させることによって本当に京都が子育てがしやすくて少子化っていうものを克服していけるっていうのを希望の光になってくれるのが私は福山さんだと思ってます。福山和人さん何をおっしゃってるか、給付型の奨学金を増やしていくよってことを言ってます。要は返さなくていいんだよってことです。これ先進国だったら当たり前ですよねってことです。で、今お金を借りる教育を受けるっていう人以外もう借りちゃっててどうしようもならないじゃないかって人たちに対しても利息分は京都が持つよってことをやるんですよね。大学卒業してで就職して薄い給料の中から借金返済していくって言ったら自分の生活さえままならないのに子供作るなんて発想になりません。だから少子化を克服したいならばこの国がやってるサラ金制度っていうものに対していかに手こ入れをするかってことが重要なんですけれども、福山さんは京都市長になってそれをやってくださるという、それ以外にも必要なこといっぱいあります。例えば福山さんがおっしゃってるのは何か、中学校卒業まで医療費無料にするって言ってるんです。これ歯医者さんも含むって言ってるんですよ。こういった具体的な子どもたちの支援で若者たちの支援ということをやることによって家族を作っていけるっていうような、それを最初にどんどん進めていってくれるっていうリーダーになるのが私は福山和人さんじゃないかなと思います。この人を応援せずして誰応援するんだよ、そういう話です。ぜひ横に広げてください。京都市長選福山和人さん、この人で決まりです。お願いします。